皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらシルバーストーンのパソコン用 ATX 電源ストライダーゴールド S シリーズ開封紹介しつつ、電源のね選び方について紹介していきたいと思います。パソコン用の電源ってね、自作 PC の中で最もね重要なパーツだと僕は思っています。電源次第でね故障等のねトラブルが起きたり、増設時にね容量が足りなくなったりということがあるので、しっかりとねパソコン電源はね選んでほしいと思います。それではね、まずこちらの電源見ていきたいと思います。こちらの電源シルバーストーンのストライダーゴールド S シリーズのねパソコン用 ATX 電源なんですけども、はい、容量がね 750W、はい、でね80プラスゴールドとねかなりハイグレードな電源になっています。パッケージ見ていただければ分かると思うんですけども、プラグイン式のね電源になっています。パッケージサイドなんですけども、はい、このようにねどのようなケーブルが何本ね生やせるかなどが載っています。それではこちら開封していきたいと思います。はい、ということでね、中身このようになっています。まずは取説ですかね、はい、説明書が2部入っている形になります。でプラグイン式の電源なのでね、はい、電源ケーブルがね、はい、入っていますね。普通にね、はい、結束バンドなんかがね入っていてね、綺麗に、はい、配線できるようになってますね。配慮されています。で肝心の電源の方なんですけども、取り出してみました。まずね目につくのはこちらですね、はい、大きなファンがついています。こちら12センチファンでね、電源のね騒音気にする方が多いと思うんですけども、まあね使ってみるまでね騒音ってわからないんですけども、一応こちらのモデル静音モデルということでね、音が静かということです。で続いてこちらですね、はい、プラグイン式電源、はい、至って普通のねプラグイン式電源になっていますね。で反対側はこんな感じでね、こちらも至って普通ですね。うん、で、はい、こちらね、はい、黒にね金の汁でねちょっと豪華な感じが出てきますね。でこちらの電源奥行きがねすごくね短いということでね、サイズ測ってみたいと思います。はい、サイズの方なんですけども、はい、14センチということでね、はい、750W 電源にしてはねかなり奥行き短いんじゃないでしょうか。またねこの高さに関しましても、9センチねない感じですよね。かなりコンパクトで大容量出力のね電源になっているかと思います。補足になってしまうんですけども、はい、シルバーストーンの電源ではねプラグイン式のケーブルこちら、はい、オプショナルでね白赤青金のね4種類が、はい、売られているそうです。外観に合わせたり中のね LED の色と合わせたりねしてね、いろいろ変える人がいるみたいなんですけども、僕個人的にはねこの黒のケーブルでね十分なんじゃないかなと思います。うん、これでいい気がします。ということでシルバーストーンのねストライダーゴールド S シリーズの、ね、電源紹介してきたんですけども、ここからはね電源選びのポイントについてお話ししていきたいと思います。電源選びいろいろね見るところはあると思うんですけども、まずねこちらワット数、電源容量にね注目していただきたいと思います。こちらオフィス用途でなくミドルクラスのねグラフィックボードを積んだりとねいろいろしたいという方、はい、最低でもね 500W 以上の電源をね選ぶことをおすすめします。最悪ね電源容量が足りなくなって使いたいねパーツが使えないというのはね本当に悲しい。それで電源をね買い替えるとかいうのもねちょっとアホらしいですし、なるべくね自分が使うね電源容量以上のものをね選ぶようにするといいかと思います。続いてこちら80プラスマークですね。80プラスマーク最近ねやたらと見かけてねいろいろついてると思うんですけども、こちら電力変換効率についてのね良さについてのね、マークになっています。電力変換効率がいい順にブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタニウムとね5段階あるんですけども、それによってね電力変換効率が良くてエコという点もありますし、発熱自体がね抑えられて電源が長持ちするといったね点でもエコということがあります。はい、ブロンズ、シルバー、ゴールドとね、セイントセイヤみたいにね順番に強くなる、変換効率が良くなるんですけども、なるべくね、80プラスマークついてるね電源を選ぶのをおすすめします。そして続いて保証ですね。保証、これね大事だと思います。基本的にね電化製品ってね1年保証がついていると思うんですけども、僕個人的には3年保証をついているね電源を選んでほしいと思っています。なんでね3年保証かと言いますと、電源の中にはねコンデンサーというね部品が使われていまして、電源の故障のね原因の大半はコンデンサーの劣化によるね故障ということですね。でコンデンサーにも種類がありまして、85度コンデンサー、その上のランクの105度コンデンサーといったものがね一般的に使われているんですけども、それぞれね耐久時間、耐久性がね決まっていまして、ちょっと僕計算法知らないんですけども、決まっていまして、悪いコンデンサーを使っているととてもじゃないですけども3年保証したらねもう売ってられないということでね、3年保証があるってことは3年以上は確実にねコンデンサーとか内部に使われてる部品がね耐久性があるということなので、安心してね使えるという一つの目安じゃないかと思います。またねコンデンサーについてはねパッケージにデカデカとね105度コンデンサー使用みたいなことね書いてあるメーカーさんもあるんですけども、シルバーストーンのね電源にはデカデカと書いてないんですけども、こちらもね105度コンデンサー使用でね3年保証ということでね、安心して使えるんではないでしょうか。続いて皆さん、こちらのね出力表見たことがありますでしょうか。こちらの電源、12V のねプラス 12V が1つですよね。これプラス 12V123 とかあったりするね電源があるんですけども、こちらの電源1つということでねシングルレーン電源と言われています。1つのレーンから 12V を出している電源で、マルチレーン電源というのは、いくつかレーンがあって、それぞれから 12V を出す仕組みになっています。シングルレーン電源もマルチレーン電源もそれぞれメリットデメリットはあるんですけども、シングルレーン電源というとハイエンドなねモデルの電源に多く搭載されている機構だと思います。マルチレーン電源の方が電源が安定するとかねいろいろな話は聞くんですけども、逆にねこの 700W をねこう3個で割っちゃったりするため、ハイエンドなねグラフィックボードを積む時電力容量をね計算してねケーブルをつなげたりしなきゃいけないため、ちょっとマルチレーンだとね面倒くさくなります。そのためねこういったハイエンドモデルのね電源だとシングルレーン電源になっています。シングルレーンだとね計算しなくてもワット数がね最大に達しない限り、いくらでも通電はできるといった感じになっています。最後に皆さんね一番気になるのが価格だと思います。価格ってね結構皆さんシビアですよね。僕もシビアなんですけども、僕普段ね6000円とか7000円ぐらいの電源しかね使っていません。それもねサイズの合力シリーズですね。あれは3年保証がついていて、80プラスブロンズかなで105度コンデンサー使われているということでね、僕個人的に気に入って使っているんですけども、こちら 750W でね80プラスゴールドということで、かなりね性能的には高い電源になっています。 700W を超える電源だと安くてもね1万円以上しちゃうと思います。あとね買うのでね一番注目する点はねネットの情報ですね。ネットの情報、これねしっかり見てね選んだ方がいいと思います。こうね表面上はねすごくいいことが書いてあっても実際ね使った人の意見を聞くというのはね一番重要だと思います。たまにね悪い意見とか書いてあると思うんですけども、ちょっとの故障ならロットによってね出たりしてしまうのが当たり前で、特別ねすっごくね評判悪い電源じゃなければね買って問題ないと思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。